Hi, bonjour. 私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形のバニラです。今日は前回紹介した最近バニーのハマっているファッションの闇革編をやったので、今回は後編のラブリー編に行きたいと思います。ラブリー系は最近マーズと、あとマーズの中にあるブリメロっていうブランドにハマってます。はい、服持ってきて。まずこれはマーズのワンピですね。これはブラウスとこのなんかジャンパースカートみたいなのが一体型になったワンピで、ここにねこの細いリボンもあるんだけど、これがまさにこの髪色、今紫にしたあのリリチオちゃんをイメージしたワンピに近いなと思って、もうこれは速攻即買いしました。見た瞬間にわリリチオちゃんと思って。これウエストのところはこのねリボンがついて、結構ウエストもキュッて締めれるから私の好きなデザインなんです。細く見えるやつめっちゃ可愛い。竹感はまた膝上かな、なんか好きっすねその辺の竹感のやつ。いやてか最近こういうのが多いの、私は結構短くてもいいんだけど割とこんな感じ。はい、これもちょっと色落ちっぽいけど、これはピンク、暗めのピンクで、さっきみたいにこの一体型になってるワンピで、重ね着風だけど1枚のワンピ、このフリフリが可愛い、ちょっとメイドっぽいやつ好きだからね。なんかメイドっぽいっすよね。そうキモいで唐突すぎるこれは先ほどのワンピみたいにウエストの、締めるリボンがついてないので、こう別で、プリメロの同じブランドのこのベルトをつけてこうやって合わせるとウエストが細く見えるんじゃないかなと思います。はい、これでまたマーズのピンクのセーラーです。セーラーワンピ最近ほんとハマってて、この襟が可愛い、レース可愛くない？なんかめっちゃ好きっすねセーラーワンピ。もう最近もセーラーワンピハマりすぎてやたらセーラー5着ぐらい紹介してないですか？そうで、これが可愛すぎて、このねなんかデザイン、あとこれもねさっき言ったこのベルト、これが多分めっちゃ合うと思って、この細いリボンとウエストめっちゃ合うんだよね。だからこれが可愛すぎて結局黒も買ったの。あ、色違って。そう、もう取り寄せてもらったレベル、もう店舗になくて他の店舗から取り寄せてもらって同じ黒も買いました。へえじゃないよはい、次はこれ、これはね、あ、これプリメロの方だ。まあマーズとプリメロ同じお店に入ってるんだけど、プリメロの方がよりラブリー感が強くって、ここのこの下が可愛くない？裾のところがねシースルー、そしてこのフリフリ感ね、しかもちょっと長めですね今回。これもちょっと長い、だからさっきまたこれもベルトが可愛いと思う。だいたいもうベルトをつけると可愛いと思う。でここをね可愛い胸のところのデザイン、こういうレースアップもすごい好きで、毛感ねこれどう見せればいいのかな、可愛い。まあでも膝下だね、これは長い膝下になりますね。お次もプリメロちゃん来ました。これがまためっちゃ可愛い。これのね一個前のやつが手に入らなくて、でなんかプリメロはプリメロもマーズもかな、なんか一回売り切れちゃうともう再入荷しないから、気に入ったらすぐ買いに行かないとなんで、これは前はここのデザインがなかったやつが可愛くって、でも手に入らなくて、第2弾のこの可愛いデザインがまた出て、赤チェックのねこのハートのこのポッケがめっちゃ可愛いの、わかる？でこのリボンはね外せるの、これもともとはついてなくてこれは別で売ってて、他のワンピにもこうやってつければ可愛くなる、これもまた3サイズみたいな感じになる。これの時は私はこのハートの方のベルトを推奨、このハートと合わせてね、ハートで、これがまた可愛すぎたから私はこっちの色地も買ったわけです。あ、可愛い色違いね、色落ちはまたちょっと落ち着いた感じの幼さで、なんかさっきのあのリボンここにまた付け替えてね、このねポッケが可愛い。前回のはポッケがなかったんだけど、私はポッケがあるのが可愛いと思います。ハートっていうのが最高。はい、では最近買ったマーズとプリメロがいっぱいあって、
まだ袋から出してないんだけど、これがさっき言ってたあのセーラーの色違い取り寄せてもらった。かわいい。この黒もやっぱかわいくってどっちも買っちゃいました。でこれかわいいくまさんのニットワンピかな、これも結構長めの丈だったからニットワンピで、これも黒と白とピンクあってすごい悩んだけど、まあ、ピンクを買いました。ピンクリボンついてるのくまさん、くまさんのこのニットワンピに合わせるためにこのブラウスを別で買いました。なぜかというとここのこの襟が可愛いからこれを中に着てこのね襟を出したら絶対可愛い。でこれなんか2色リボンがついててピンクと黒あるから重ねてつけても可愛いし、片方ずつつけても可愛いし、他の服にも合わせれるし、そうジャンパースカートとかにも合わせれる、結構使えるなと思って。襟がねなんか特徴的だから結構大きめでこう分かりやすいやつがいいなと思って、これに合わせたらよりガーリーになるなと思って。 WK のこれはマーズかな、マーズのニットパーカーみたいな、これ真ん中がジッパーで開けれる、あの羽織物が欲しくて、まあ、まだ羽織物いるなと思って、ちょっとこれは丈短い感じだったから、まあ、スカートとかもよく見えるデザインになってると思います。あ、これが最新のやつかな、最新のねパンピで、これもピンクと黒があって悩んだんだけどこれは黒を買いました。プリメロのワンピで、ここね、これが可愛いの、このね真ん中にキラキラついてて、ワンピで裾がまたこのフリフリ感、プリメロはこういうフリフリがすごいついてて、これもねベルト合わせたら可愛いかなって思う。あとはこれはパーカーワンピかな、これ大きい、だいぶ大きいサイズ、ね、なんかビッグシルエットっぽいっすよね。うん、これ大きい、くまちゃんこれまた3サイズだと思う、だってこんな感じだから。あとはなんだっけ、あ、リボン買ったんだ、大きいリボンにしたの、これはね大きい、そう前のちっちゃいリボンがこのハートがついてる、でついてないやつが2つセットになってて、こういう感じに入ってました。ピンクも買いました、黒可愛かったから。でこれちっちゃいやつだったの、こういうサイズちっちゃいだから今回はちょっと大きいのを買ってみました。でこのね揺れるハートが可愛いなと思って、結構インパクト大かな、このリボンが長いから、これをまあ1個でもポニテして後ろとかつけても可愛いし、この私はよくハーフツインテをするから両方つけれるように2個買いしました。でこれがね可愛いネックレス、大きいっすね、これ大きい、これもねハートモチーフ好きで、パールがすごい大きくって、ワンピさっきのプリメロのチェックのワンピとか、もし胸のとこにリボンしなかったら代わりにこれをしても可愛いかなって思う。うん、クリップのリボンなしでこれ1個でもだいぶ存在感かな。レース、これそうレースになってる、ね、かわいい、そうこれがまたかわいい、ピンクもあったけど黒が使いやすいかなと思ってとりあえず黒を買いました。で佐々木的にはどれが良かった？俺ね、あのビッグシルエットのクマ気になりますね。本当にそれは、うん、そう絶対佐々木好みじゃないけど、いや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 、なんだと思ってるんですか。でもえ、ド M だから女王様っぽいやつが好きなのかなと思って、ドリキそうな、いやいやいや、ああいうカジュアルな感じの、そうそう、ちょっと開けてみてもらってもいいですか、ぜひ。どうする、まあ私がうるさいから仕方ない、見てもらおうかな。あ、意外とでもこれ分厚くない感じだ。あ、本当だ。うん、なんか春でも着れちゃうよ的な素材感っすね。うん、で、サイズ感的には意外とめっちゃ長くはないかも。胸の分ここ上がって、私は膝上になりそう。こんな感じで。うん、かわいい。素材がかわいい。フードもついてます。へー、もう売ってないですか、それ。もう読みやめて。これは白とピンクと黒があったけど、これはもう最後、これもプリメロちゃんでした。これバニーが着たとこ想像してみて、かわいい。え、着てくださいよ。
やだ。あ、まあ、この可愛い服たちはもちろん今後着ていく予定なので、私のインスタとか今後の YouTube をぜひ見てほしいです。こんな感じで私の最近のファッションの紹介の後編でした。どうでしたか、佐々木さん。なんか紹介してもらって、これから動画が出た時に、ああの時のあの服だなって楽しめそうだなって思いました。はい、気持ち悪いです。ありがとうございます。はい、こんな感じで前編と後編、みんな見てくれたかな。後編は全部マーズの商品なので、気に入った方はぜひお店に見に行ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。